トゲオアガマ族は、ユーロコモク、アガマカに属する族。アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、インド、エジプト、エチオピア、エリトリア、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、ソマリア、チャド、チュニジア、ニジェール、パキスタン、マリ共和国、モーリタニア、モロッコ、ヨルダン。 リビア最大種はエジプトトゲオアガマで最大全長75センチメートル。体型は太く扁平。頭部は大型で、分担は短い。尾にはトゲ状の鱗が並ぶ。種によってはインドトゲオアガマのように尾のトゲがあまり発達しない種もいる。トゲのある尾の用途は巣穴に潜った時に蓋になったり内壁に引っ掛けて抜けにくくするという説や武器にするなどの説がある。 実際、飼育下でも体に触られるとを振り回して攻撃してくることがあり、トゲが手に当たるとかなり痛い。種によっては鮮やかな赤や黄色、緑色、青を発色する。次の3種はかつてローマスティックス属に分類されて、いたが2009年からサーラ属に移された。砂漠や荒野などに生息する。地表性で深い巣穴を掘って生活する。 中高生で、夜間は、巣穴の中で休む。インドトゲオアガマは群れを作って生活するとされる。外敵に襲われると尾を振ったり、カーという息の音で威嚇したり、巣穴へ急いで逃げ込んだりする。食生は、植物食で、植物の葉、花、果実、種子などを食べる。飼育下や幼体、一部の種では、ミールワームやコオロギなどの昆虫類なども食べることがある。 繁殖形態は乱生。生息地では食用とされることもある。太い尾の肉が特に微味とされる。食用やペット用の乱獲により生息数が減少している種もいる。属単位でワシントン条約付属書通類に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通するが、飼育か繁殖個体が流通する種もいる。 テラリウムで飼育される。口述するようにケージ内に局所的な熱源を設けるため、ケージ全体が高温にならないように大型のケージで飼育する。床材として砂漠に生息する、爬虫類飼育用の砂や、トウモロコシの保軸を粉砕したもの、赤玉土などを敷く。野生では深い巣穴を掘るため床材を厚く敷くのが望ましいが、ケージの問題から難しい場合には、 レンガやブロック、岩などで隠れ家を設ける。高温を好むため、ケージ内にスポットライトなどを点灯し局所的な熱源を設ける。夜は少し温度を下げると良い。また紫外線要求量が多いため、紫外線量の多い照明をケージ内に点灯する。夏などの気温の高い時期は日光浴をさせるのも効果的だが、温度の上がりすぎや雨などには注意が必要。 種や年齢、生育状態、体調によっても異なるが、餌は主に、小松菜などの葉野菜、タンポポ、クローバーなどの野草を与え、補助的に、鳥用に市販されている種子、陸亀や植物食とカゲ用の人工飼料、人参、さつまいも、カボチャ、豆などの野菜、冷凍とうもろこしを解凍したもの、バナナ、ミールワーム、フタホ星コオロギなどを与えてもよい。水は、 水分の多い餌を与えている場合は特に必要ないが水を好んで飲む個体もいる。餌は毎日与える必要はない。一度餌を食べると数日間隠れがに入ってほとんど出てこない個体もいる。空腹になって出てきた時に餌を与えればよい。若い者はかなり活発に動くが生体になると1日のほとんどを眠って過ごすことが多い。 木に登るなどの立体的活動はあまり得意ではないが、刑事には脱走防止のため金網の蓋を必ずつける。ありがとうございます。